すごいすごい。絶対切れないよ。いいよ。おお、すごいすごい。はい。おお。はい。試合以外のところで、まあ、選手、チームメイトと関わるとき、一概のところでどういったコミュニケーションがあったのかとか、お聞きしたいなと思います。そんなね、一概っていうか、そんな意識したことない。ずっと10番のままでいたくないし。もう普段通り、その、戦術のこととか、もうみんなと同じような話をする。そういう話もね、したくない。あんまりサッカーの話とかね、まあ、聞いてきたらしょうがないからね、喋ったりするけど、はい、あんまり話はしたことないね。ああ、どんな話をされる？もうサッカーとは関係ない。関係ない。たわいもない。そこで深めていく。そこまでねしたら疲れると思うよ。だいたい普段でもさ、そういうのを言っててもさ、試合でできねえんだから。何か言ってもさ、掃除できない。別に言ってもしょうがないなっていうのはあるよ。だから普段練習の時にさ、はい、言うとかさ、うん、そんなはね、あっていいと思うけど、そらまあさ、ピッチから離れてからさ、そんなこと言ったってさ、頭に入んないと思うよ。何でもかんでもサッカーばっかりになっちゃう。はい、そんな、時々やっぱ離れた方がいいよ。オンオフのメリハリはしっかりつけられて、もうピッチの上で、どうかな、わしは、まあ、一緒だけどね、サッカーも。サッカーも基本は遊びだからさ。はいはい。まあ、究極はそこです、ね、それができるかどうかなんだよね。いかに楽しめるかどうか。そうだね。まあ、そこが一番だけどね。はい。フリーキック受けるときは何を考えていらっしゃるんですか？フリーキック受けるとき？それはやっぱり入れてやろうとかさ、はい、まあでもそれもやっぱり普段やってた、はい、練習の中である程度こうイメージができる、はい、うん、よく言われてたのカメラマンの人なんかがやっぱり蹴ってる時っていうのは目を閉じてるっていう、あ、だからイメージしてるんだろう ね、まあ、それはねブラインドサッカーつながるかもしれない、はい、目閉じてるみたいなんて、はい、僕らもシュートを打つ、ね、イメージでコース蹴り上げてシュートを打つので難しいよね。難しいです、うん、怖くない？いや怖いですね。怖さはやっぱ常にありますけど、ね、まあ、でもその音の認知さえしっかりできていれば、うん、それがすごいなと思う。見えない中で体をぶつけ合ってボールを奪い合う、まあ、でもやっぱ上手い人は怪我も少ないですね。ぶつかり方と体の使い方がやっぱ上手いので。しかしさ、見えないでボールを蹴るってのはしらやっぱり考えられない。昔なんかやっぱりボールよく見て蹴るっていうの、はい、そういう指導を受けてたし、それは見ないでやるのもね、まあ、ボールに関してはもう足のこう触ってる感触、触覚っていうか、そのフィーリングがすごく重要で。それはすごいよね。そこはもうかなり養われていた。それは選手としては諦めれないもんね。はい、うん、体の力って大きいと思うしね。かなり。すごいよな。歌でも歌うんかって言われる。いやいや違う違う。ブラインドサッカーは声出さないとダメだから。あと言えよ。面白かった。